どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で今回はメインストーリーヘル最終章のエヴァンに挑戦してみたいと思います。それではスタートします。立ち回りを覚えないと勝てないですねこれは。であとは通常攻撃が2回飛んでくるんで、2回飛んできた後この直線ですね、1回2回来たらすぐ避ける。で集合音して後衛が今度狙われるんで、後衛に影が映ったら集めてかわして、この後この扇をかわして、1回2回来たんで逃げる。ペット使います。1回2回来たら直線なんで逃げる。集合音で後ろに影が映ったらこれをかわす。1回2回来た逃げる。1回2回来てないな。2回来たこれかわす。で集合音で後ろに影が映ったら避ける。で扇が来るんで、あー小手入ってたな、これまずい。大丈夫か。2回来た直線避ける。2回来たら避ける。集合音でクリスか仮に竹が映るんで、そしたらこれ逃げて避ける。あとは集中力との勝負。2回来た逃げる。1回2回来たら逃げる。集合音で後ろに竹が飛ぶんで、レイチェル持ってね、もうレイチェルさん頑張って、レイチェルさん頑張ってね。コゼットに行った逃げる。でこの直扇を避けて、1回2回来た逃げる。よく見てないとわからない、エヴァンをよく見てないとわからない。集合音で後ろに竹が飛ぶんで、これ避ける。1回2回来た直線、1回2回来た直線。集合音で後ろに竹が飛ぶんで、レイチェルさん頑張って、後ろに竹が飛んだ逃げる。でこれかわして、2回来た逃げる。あった、あーこれまだ来てなかったか。あ来た、あぶねえ。1回2回来た逃げる。で集合音これかわして、1回2回来た逃げる。2回来たんで逃げる。集合音後ろに竹が映るんで、おっとレイチェルがやられそう。あーやべ、ペット使います。1回2回来た逃げる。1回2回来たかな、に、いやこれか、まだか、これか。で集合音後ろに竹が映るんで、これかわして、2回来た、1回2回、あー来たのか今。見てなかった、見えてなかった、やべえ。大丈夫か。後ろに体が飛ぶんで逃げる。やべえ、ちょっとこれレイチェルが持たないかもしれない。2回かわして、1回2回来た逃げる。集合音ちょっとレイチェルさん頑張って。後ろに竹が飛ぶよね。あったあったレイチェル押した。やべえ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 。やばい、カリンが竹取ってるのこれ。やばい、これまずいな。カリンが竹取っちゃった。次来るか。あ、後ろに竹移ったか。レイチェルに戻したい、レイチェルに戻したい。あ、戻った、 OK。 2回来た逃げる。1回2回来た逃げる。集合して
さあ後ろにタゲが映るんで、後ろにタゲが映ったらこれ避ける。 OK。 1回2回来た、直線。1回2回来た、逃げる、直線逃げる、集合音して、やば、凶暴かも近いな。後ろにタゲが映るんで、これかわして、で、まだ続く。で、レイチェル。1回、2回来た、逃げる。1回、2回来たら逃げる。集合音して、後ろにタゲが映るんで、あ、オッケー、いけた。イベントはスキップしまーす。なかなかこれ集中力との勝負。ただ立ち回りさえしっかりできるようになれば、クリアできますね。お、ペット召喚券嬉しいな。じゃあちょっと編成をお伝えしようと思うので、サクッとこれ進めていきますね。というわけで無事エヴァンの方倒すことができました。よかったです。じゃあ編成、使った編成の方をお伝えしておきたいと思います。陣形は、砲撃陣形を選びました。で、盾役兼アタッカー枠でレイチェルで、射手型2体アタッカーコゼットとクリスで、回復蘇生役がカリンになってます。じゃあ装備等も紹介しておきたいと思います。コゼットバリオン装備で、怒りが1つに超人が2セット、ステータスも見せておきますね。ステータスはこんな感じになってます。で、レイチェルさん、レイチェルさんちょっと盾役だったんで、ギガンテスの装備にリザドリアを一つつけました。で、あと怒りで、アバランチですね。なんかちょっと適当、意外と適当な装備つけてました。で、クリスバリオン装備で、怒りが一つに、サレオスが2セット、ステータスはこんな感じです。で、カリンさん、サレオスのセット装備に、怒りと不死を一つずつと、あとはリザドリアですね。ステータスはこんな感じです。じゃあ潜在力、コゼットさん全部マックス、レイチェルさんも全部マックスで、クリスは攻撃力がマックスで、カリンは防御と HP がマックスです。で、新勢力1段階目は全部レベル10です。で、2段階目はこんな感じになってます。で、あとマスタリー、レベル15が対象の攻撃力が 5% 減少、レベル25が射手型の攻撃力が 5% 上昇。あとはそうですね、レベル70が敵から受けるダメージ 7.5% 減少。ああ、そうだな。あと、レベル50は味方の単体スキルのダメージが 40% 上昇を選びました。あとはまあこんな感じですね。まあ攻撃寄りですね、あとは。というわけで、おめでとうございます。シーズン1のすべての難易度のシナリオをクリアしましたということで、よかったです。じゃあ最後に、さっきチケットもらったのでペットの方を回したいと思います。もう10連だけ回したいと思います。希少ペット確定召喚まで到達するので頼む。ヘルクリア記念伝説ペットお願いします。来い、さあ来い、上がれ、もう一個上がって、頼む頼む頼む、上がんねえのか、昇格、昇格なしか、スキップ。チケット9枚はめんどくせえな。
出る。あー、せっかくヘルクリアしたのに記念になんかもらえないかと思ったけどもらえないみたいですね。あ、キャラ召喚で、じゃあちょっと待ってよ、エヴァン単発だけ一発回そうかな。はい、エヴァン倒したんでエヴァンください。赤くなれ赤くなれ赤くなれ。昇格はないかな。スキップ、はい、もういいっすね、もう出ねえわ。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。